ロシアのウクライナ侵攻によって、世界での動きが一変している中、日本政府や日本国民も危機感を感じているだろう。防衛費を GDP2% と言われることが多くなった。今回は防衛費 2% について左派の意見を見ていくとしよう。日曜日の番組で高市議員が出ておられた。国防を考えると自衛隊隊員さんはすごいと考える。左派の人たちは真っ先に逃げていくんでしょうね。世界は今後乱世の時代へと突入していくかもしれません。自国の領土は自国での考えが今問われています。元朝日新聞記者で元 AERA 総編集長の軍事ジャーナリストこと田岡氏が、先の衆議院選挙において、自民党政務調査会長の高市早苗氏が、公約とした、防衛費を国民総生産、GDP の 2% 水準にするに対して、ダイヤモンドオンラインで配信した記事が、ネット上で、物議を醸している。2021年度の防衛予算は約 5.1 兆円であるが、日本の GDP は、政府の見積もりによると、595.5兆とされており、その 2% を防衛予算とするならば、11.9 兆円、約1000億ドル、となり、ロシアの617億円を上回り、アメリカの7780億ドル、中国の2520億ドルに次いで世界第3位となる。田岡氏が語るには、国防費を、GDP の 2% というのは、2020年に、アメリカのトランプ前政権が、NATO 諸国や同盟国などに対して要求した数字で、実際には、NATO、北大西洋条約機構加盟国30カ国中11カ国は、GDP 2% を達成しているが、大国ドイツは 1.56%、イタリアは 1.39% であるとしている。そのような状況で、日本の防衛省にとって、防衛予算が突然2倍になるということは、棚から巨大なボタ持ちが落ちてくるようなもので、あり戸惑うばかりであるとして、田岡氏が防衛省高官に、その使い道を尋ねると、検討してみないとわからないといったような腰が引けた応答が返ってきたと指摘しているのであるが、果たしてそうであろうか？まず、先の衆議院選挙で、高市政務調査会長が自民党の公約として挙げた防衛費 GDP2% 水準は今年度から引き上げられるものではなく、今後の国会審議を経てからのことであろうし、それを今の時点で防衛庁関係者に聞いたところで答え様はなく、上記のような応答になるのは当然のことだ。さらに田岡氏は自衛隊が現在悩んでいる隊員の定員割れについて触れ、防衛費が急増しても、自衛隊の規模拡大につながらないと、主張を展開している。田岡氏は、現在の陸上、海上、航空3自衛隊の定員246,748人に対して、2020年度末時点では、227,442人で、19,306人不足していると指摘、2018年から、募集の年齢上限を33未満まで引き上げても充足できていないとして、自衛隊が人員数合わせに必死になっているとしている。特に海上自衛隊の定員割れについて指摘した上で、乗員120名の2000トン級護衛艦を、乗員90名の3900トン級護衛艦に大型化して、沖外省人力化を図っていると指摘しているのであるが、現在建造が進められている3900トン級の、も、が身型護衛艦は、確かに人員不足を補うことを目的としているが、1990年代に就役した、旧式の2000トン級、阿武隈型護衛艦の性能をはるかに上回っているので、何の問題もない。また、女性自衛官を幹部として登用しているのは、人員不足が原因としているが、男女の機会均等は、最近の世相であり、また、女性自衛官には、優秀な隊員が多く、現実に女性艦長が登場しても、何の問題も発生しておらず、
この発言は、女性自衛官に対して、全く失礼な発言である。さらに、2014年に、安倍政権によって、集団的自衛権行使を容認したことが、国民に危険を感じさせて、自衛隊人気を低下させたと述べるほか、増額された予算で、アメリカ軍の駐留経費を増やせば、傭兵化につながるなどと、取り留めのない話を展開している。田岡氏は、最終的には、防衛費の増額があれば、その大半は、装備費に使われるだろうとしていて、そのことは正しいのであるが、その例として、アメリカ海軍の最新鋭原子力空母一隻に、艦載機分も含めて、2兆円と見積もり、攻撃型原子力潜水艦一隻3000億円として、これを5隻と合わせて3兆5000億円として、10年間建造すれば、アメリカ海軍をもしのぐが、さらに人手不足に陥るなどと述べていて、その荒唐無稽な主張には、田岡氏の見識を疑う声が上がっている。装備への投資については、現在航空自衛隊の F2 戦闘攻撃機の後継機種として、第6世代ステルス戦闘攻撃機となる国産の次期戦闘機の開発を急いでいるが、これに増額された防衛予算を湯水のごとく注ぎ込むことで、開発が早まるだろうし。全自衛隊の旧式化した装備を一新することも可能で、防衛費増額が無駄になることはない。何よりも、防衛費が増額されるなら、その予算で、自衛官の待遇を改善し、憲法改正によって、名誉を与えられるようになれば、人手不足は解消できるのではないだろうかと思われる。これらのことについて述べた上で、田岡氏は、増額された防衛費は、岸田首相が選挙公約として挙げた相手の領域内で弾道ミサイルを阻止する能力を保有し抑止力を向上するとする敵基地攻撃能力の整備に使われるだろうとしてそのことが問題であると指摘している。田岡氏の言い分は敵基地攻撃能力を保有すべしと主張する人は北朝鮮がミサイルを発射する直前に察知することができると思い込んでいるがそれは不可能だとしていて、静止衛星や無人偵察機での察知は難しいとして、長射程の地対地ミサイルなどでは、発射前に未然に防ぐことはできないというのである。そして、専守防衛議論の中で、法的には明らかに日本に向けてミサイルが発射されようとしている場合に、それを攻撃するのは自衛権の範囲内であると解釈することはできても、それを攻撃できると考えるのは、机上の空論であるとし、さらに、北朝鮮が、実験ではなく、攻撃の意図を持って、ミサイルを発射しようとすれば、韓国軍とアメリカ軍が黙っておらず、あらゆる手段で、発射を阻止するはずであるから任せるべきであるとも述べている。さらに、日本が北朝鮮を攻撃しようとするのは、韓国人の同胞意識を刺激することになり、それを阻止する動きを取ることも考えられるとして、日本が敵基地攻撃能力を保有しても意味をなさず、敵基地攻撃を主張している人々は平和ボケのタカ派であると結んでいる。これらの田岡氏の主張には突っ込み書がいくつかある。まず、高市政調会長が公約としているのは 2% にせよということではなく、2% 水準まで引き上げられるようにするということであろうから。いきなり 2% になっても、使いどころに困るとの指摘は的外れであり、必要な時に必要な装備を揃えるのであれば、1% を超えても対応できる体制を整えるとの公約と理解すれば、何の問題もない。そして、敵基地攻撃能力は、発射前の弾道ミサイルを攻撃することが、その目的の本質ではなく、あくまで抑止力として備えるべきものである。日本が核弾道ミサイルを持たずとも、日本各地に、数百発、いや、数千発の長射程ミサイルを、
平壌や北京、あるいは各地の軍事拠点に標準を合わせて配備しておき、日本に向けて一発でもミサイルを発射すれば、これらミサイルの同時発射攻撃で報復するとしておけばよく、撃ち落とされる可能性が高い巡航ミサイルでも飽和攻撃を行えばかなりの確率で届くはずと敵が考えるであろうから、通常弾頭のミサイルでも十分な抑止力となると考えられる。